前日皆生温泉で泊まり、現在境港の方に車でやってきました。ここはサワイコーヒーという地元では有名なコーヒー店みたいです。観光チラシを見てここにやってまいりました。ここでモーニングを食べます。観光チラシによるとモーニング380円、季節のオリジナルケーキセット670円というのがあります。これが美味しそうなのでここにやってきました。コーヒーおかわり自由です。隣が境港の物産店があります。さてどんなモーニングでしょう。これはケーキモーニングセット670円、こちらがモーニング380円、コーヒーおかわり自由です。安いですね。このケーキとソフトクリーム結構美味しかったです。いちごのケーキです。ケーキは一つ好きなのを選べるようになっていました。私はいちごのケーキを食べました。とても美味しかったです。そして隣にある境港の物産コーナーです。ここは境港水産物産直売センターというところです。ゲゲの鬼太郎の展示がしています。水木しげるの漫画ゲゲの鬼太郎の展示がしています。ゲゲの鬼太郎のビジョンですね。そしてこれがゲゲの鬼太郎の石像、巨大石像です。隣にネズミ男の石像もあります。ちなみに案内ではこれは中国で作ったらしいです。ちょっとなんとなく残念な感じもしますが、ネズミ男の石像。隣に野菜があっています。そして隣に巨大鬼太郎がカニを持った石像、境港のカニを持っているといいんでしょうね。横から見るとでかいですね。中に入ってみます。中に入ると水木しげろうさんが来たという展示がしていました。ここに来てサインやら絵を描いてそれらを展示してるみたいですね。ご夫婦で来たみたいですね。鬼太郎の絵、直筆の絵ですね。ネズミ男と、あんまり私は申し訳ないですが鬼太郎には興味ありませんが、水木さんごめんなさい。そしてここに来た目的はカニトロ丼というのを食べてみたくて来たんですが、まだちょっと前日の大気温泉から30分車で飛ばして境港、まだお昼にもなってないのでお腹も空いてないし空いていませんでした。食べることができませんでした。また混んでった時食べてみようと思います。それと値段が書いてなかったんですけど一体いくらなんでしょうね。ですからぶらりとここは甘いお土産を見てまいります。お土産も少し買いましたが、地元の観光チラシにお土産を1000円以上買ったら紙のコンソメスープの素をくれるというので、そういうクーポンがあったので少し買うと紙のコンソメスープを2枚2袋もらいました。地元の魚や生けすですね、シジミが売ってました。あとベニズワイガニが少し、
まだ朝早いのでお客様はまだまばらですから、ね、ここを見た後に松江の宍道湖に行こうと思ってます。その途中で中の海を通って宍道湖を回って、翌日は今日は宍道湖温泉に泊まってみたいと思います。この宍道湖温泉というのも源泉かけ流しの風呂が部屋についているビジネスホテルです。ここに行ってみたかったと思います。ビジネスホテルで部屋に源泉かけ流しの風呂がというかユニットバスからですが、かけ流しのが湯が出るというので面白そうなので、今日はそこに泊まります。これから向かいます。ここでお土産を買って休憩していきます。北川グッズ買ってますね。途中の中の海です。海のように広い湖です。海につながってますが、ものすごく気持ちがいいですね。ここは水がそれほどきれくはないのですが、すごく広いです。まるで海のように広く、すごく気持ちがいいです。この中の海のところにうなぎの専門店がありました。そこで本当はご飯を食べたかったのですが、まだちょっとお腹も減っていないので、うなぎもちょっとお値段高いと思いますが、この中の海か宍道湖のうなぎらしいですね。食べたかったな。そして中の海のある真ん中にある島です。これは島と言えないぐらい大きな島でした。すごく広いですね。今その中の海の真ん中にある島から中の海を撮影していますが、すごく気持ちがいいです。まるで海のようです。まあ水もそこそこ綺麗ですかね。琵琶湖のように広い、まあ琵琶湖ほどではないですが、まるで海のような感じがしますね。実際海とつながって